今日、経営戦略大学の西村健です。私は中小企業の経営者に経営戦略を教える以外に7つの習慣の方を教えております。で、7つの習慣のコビー博士が亡くなられたんですが、初めての出会いは1994年の3月頃です。まだ7つの習慣の本が出ていない時でした。で、その時にコビー博士が初めて日本に来日されたわけです。多分初めてだと思います。それで、その2年後に実際お会いするんですが、コビー博士がよく質問されることがあったそうです。これ意外に知らないことを知らない方多いんで言っときますが、それは7つの習慣の中でどの習慣が一番大事なんですかっていう質問です。で、コビー博士はその時に、ためらなく全部大事だとおっしゃるそうです。しかし、それでも世の中にはしつこい人がいてですね、それでもどれが一番大事なんですかと聞かれるそうです。で、その時にコビー博士は、それは第二の習慣、目的を持って始めるんですとおっしゃるそうです。で、全てはこれのためにあるそうです。これのために主体性を発揮し、これのために、主体性を発揮するというのは第一の習慣です。これのために重要事項を優先する、第三の習慣です。そして第四の習慣、ウィンウィンを考えるです。自分自身や他の人と共通して協力して高い成果を出そうという時に、またその目的を達成しようという時に、このウィンウィンも大事なわけです。そしてそのために第5の習慣を理解してから理解されるということも大事なわけです。または第6の習慣、相乗効果を発揮することも大事ですし、第7の習慣、歯を解くということも大事になってくるわけです。だから7つの習慣の中で最も大事な習慣は第2の習慣、目的を持って始める。目的を持って始める。そしてコビー博士は特に自分たちの人生においての目的を明確にすること、ミッションステートメント、また企業においては企業のミッションステートメントが大事であるということをおっしゃっておられました。以上です。